フランツが最後にゲートへ向かっていって収まりました。係員が離れます。スタートしました。少しばらついたスタート。真ん中3番ロジルーラー、まずは前に出てきました。徐々に内ラチ沿いにつけて3番ロジルーラー、すっと外から4番マーゴット・ソラーレ接近。外から7番レイ・デラルースも上がっていきました。4番手外には8番コスモ・ブッドレアです。5番手に1番トロバトーレがつけました。スタンド前から1コーナーに向かうところ、1馬身後ろ2番ヘルモーズ、外9番マイネルフランツ、ここまでが大きな集団となっています。この2馬身半ぐらい後ろに後方2頭、6番ストラクチャー、5番湘南ラピダスとなっています。しかしここで9頭、8馬身9馬身の圏内一段になってきました。2コーナーのカーブ、その中から4番マーゴット・ソラーレ先頭、少し後ろを離しました。リードが2馬身半あります。7番のレイ・デラルースが2番手、3番手に3番ロジルーラー、向こう正面へと出ていきます。4番手外目には8番コスモ・ブッドレア、3番手に接近します。2馬身後ろ1番のトロバトーレは5番手から先頭までは5馬身、ほぼ縦1列の形に変わってきました。外体半分差で9番マイネルフランツが続いていきます。1馬身差後方3頭、2番のヘルモーズ、この外には5番の湘南ラピダス、後方に3頭目、1番後ろ6番ストラクチャーとなっています。800を切って3コーナーをカーブしていきます。先頭を逃げます4番マーゴット・ソラーレ、リードを体半分ぐらい、7番のレイ・デラルースが接近していきます。600を切って3、4コーナー中間、2馬身ぐらい後ろインコースに3番ロジルーラー、この外には8番コスモ・ブッドレア並んで3、4番手、5番手外からはマイネル・フランツ上がってきました。6番手中段に1番のトロバトーレです。4コーナーをカーブして直線に向かいます。4番マーゴット・ソラーレに合わせていく。7番のレイ・デラルス、内を狙うか3番ロジルーラー、外から追い込んでくる。8番のコスモ・ブットレア、トロバトーレ、9番マイネル・フランツと一気に伸びて混戦になっている。前は粘る4番マーゴット・ソラーレ、レイ・デラルス、しかし1番トロバトーレが一気に突き抜けた。トロバトーレ完勝ゴールイン。2番手には最後9番マイネル・フランツ上がって3着争いが際どくなって、ここは7番レイ・デラルース、3番ロジルーラー、8番コスモ・ブッドレアと際どくなっています。狭いところから一気の決め足で抜けて突き抜けました。1番トロバトーレ、ウィリアム・ビュイック騎手とのコンビ、中段から一気の決め手を見せました。一番外から伸びてきた9番マイネル・フランツが2着。3着争いは広がって、内目で粘った7番レイ・デラルース、さらに間から3番ロジルーラー、8番コスモ・ブッドレアと3番手以降ややもつれています。勝ち時計2分0秒4、上がりタイムゴールまでの 800m が46秒5、600m が34秒4です。2着以降、今ターフビジョンにストップモーションの映像映りましたが、マイネル・フランツのうち7番レイ・デラルース3番手、8番コスモ・ブッドレア、3番ロジルーラーはその後となりました。すんなり到達順5着まで上がっています。1着は1番トロバトーレ、ウィリアム・ビュイック騎手は今日2勝目。トロバトーレの父は2016年にこのレースを勝って次の年のダービー制覇につなげたレイ・デオロ。